オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。ボナネー、セダイスケプロフェッサーシェアンサンブルアンフランセ、コモンタレブ。明けましておめでとうございます。アンサンブルアンフランセ、フランス語講師のダイスケです。お元気ですか？皆さんはどんな年越しを過ごしましたか？僕はクリスマスはブルターニュで家族と一緒に、そして年越しは友人たちと集まってパーティーをして過ごしました。フランスでは年が明けると同時にその場にいるみんなでボナネーと言いながらほっぺたを合わせるキス、ビズをします。不特定多数の大勢の人が集まるような場所では、全然知らない人とでもビズをすることもあります。クリスマスの方が日本のお正月のような雰囲気で、新年はどちらかというとワイワイガヤガヤと賑やかに過ごします。一年の経緯は元旦にありと言いますが、皆さんは今年はどのような目標を立てましたか？僕は少しずつ水泳を再開していこうと思っています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんにとって2023年が素晴らしい一年になりますように。Je vous souhaite à tous une excellente année 2023。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は昨年12月にデビューしたイラナ先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。フランスで生活していると、とってもよく耳にして、なんとなく意味が分かっているような気がするけど、じゃあどういう意味？と聞かれたらうまく訳せなかったり、辞書でどの単語を調べたら載っているのか分からなかったり、また自分ではなかなか使えないという表現がたくさんあります。今日はそんな中から僕がずっと使うのが難しくて手こずっていた表現をご紹介します。それは、クワック。クワック。クワック。これだけを見ても具体的な意味は思い浮かばないですよね。クワは何ですよね。何という意味のクワにクがついているし、何ですかという意味でしょうか。実はこのクワク、たとえ何が何々だろうとという意味の副詞です。クワクの後ろには接続法の文章が入り、クワク接続法全体でたとえ何がだろうとという意味になります。クワは疑問代名詞の何、クは関係代名詞の何々である、何々であるところのという意味です。でもちょっとクワクだけでどうしてそんな意味になるのか、いまいちイメージしにくいですよね。では実際に例文を作ってどのように使うか確認してみましょう。Quoi que tu dises, je ne te laisse pas tout seul. Toute seule. Quoi que tu dises, je ne te laisse pas tout seul. Toute seule. Quoi que tu dises,Je ne te laisse pas tout seul. Toute seule. たとえ君が何と言おうと、僕は君を一人にはさせない。
なんだか世紀末映画のセリフのようなものができましたね。クワックだけだとうまく日本語のイメージができないかもしれませんが、クワクトゥディーズを見てみると、クの後ろの文章トゥディーズがクワにかかっているので、君が言うことが何となって、君が言うことが何であっても、たとえ君が何と言おうともと訳すことができます。では次の文章はどうでしょうか。Quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais sortir d'ici. Quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais sortir d'ici. Quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais sortir d'ici.Quoi que nous fassions は、私たちがすることが何で、私たちがすることが何であってもとなって、僕たちが何をやったって、ここから抜け出すことはできないんだ。と訳すことができますね。一体彼らに何があったのでしょうか。では、次の文章はどんな訳になるでしょうか。 Quoi qu'il arrive, je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Quoi qu'il arrive, を彼がつくのは何であってもと訳してしまうと、この文章はうまく訳せないので注意しましょう。この時、il は非認証主語なので特に訳しません。arriver は着くという意味の他に、出来事や事件などが起こるという意味があります。ですから、たとえ何が起ころうとも、僕は君を愛している。とってもロマンチックですね。どうですか？クワクに親しみは湧いてきましたか？次の表現は決まりきった言い方なので、まるっと覚えておくと便利です。クワキロンソワ、クワキロンソワ、クワキロンソワ、これはいずれにせよ、とにかくという意味です。クの後ろ、イロンソワを直接法に直すと、イロネとなって、これは事情は何々であるという意味の少し固い表現で、事情が何であってもから、いずれにせよ、とにかくという意味になりますね。最後に、発音が同じで一単語のクワクという単語がありますが、こちらは接続詞で、とはいえや、もっとも、しかしという品詞も意味も違う全く別の単語なので注意しましょう。クワク、接続法を使わなければならないのでちょっと難しいですが、ぜひたくさん使って慣れてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから、無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は昨年12月13日にデビューされたイラナ先生の魅力をお伝えいたします。
2021年からフランス語を教えているイダナ先生は、日本に来る前、パリの大学で日本語と日本文化を専門的に学んだので、とにかく言語を学び、教えることが大好きな講師です。学習者の気持ちがよくわかるため、初回のレッスンから生徒がリラックスしてできるように、明るく楽しい雰囲気作りを心がけます。生徒が間違えても優しく受け止め、決して否定せず、ヒントを出しながら丁寧に正解へと導いてくれます。イラナ先生は発音のレッスンがわかりやすいと評判で、正しい口の開き方やネイティブらしい発音の仕方を具体的に伝授してくれます。また、フランスで人気の動画や音楽など、様々な教材を使ってレッスンするため、今のフランス語を楽しく自然に学ぶことができます。日本語も上手なので、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応可能な講師です。日本時間の夕方から夜にかけてレッスンを提供することが多いですので、気になる方はぜひ一度、イラナ先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランスお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。